よっしゃ、入魂。釣れた時の氷水温は10度ぐらいです。今回のヒットルアーは出来たてほやほや7番のディープ風でした。こういったリップ角の付け方は初めてだったので成功してとても嬉しかったです。釣れるかどうかは分からなかったですけども、一応釣れる動きはしてくれてたみたいです。また狙ってみたいと思います。そして2番のもじゃみのくんなんですけども、ブルブルしなかったので、ここのリップの先により水を受けてくれるようにエポキシで持っておきました。これで少しは水の抵抗、水かみが良くなってブルブルしてくれるんじゃないかなと思います。そしてこちらのサスペンド風はここに 0.45g のネイルシンカーを埋め込みました。浮き姿勢がこういう感じです。これでだいぶサスペンドに近づくと思います。そしてこちらのミッドタイプコフィンリップ型はこちらの方に 0.9g のネイルシンカーを埋め込みました。そして9番あゆくんです。スナップとフローララインが加わるのでいい感じになると思います。フィールドに出て気に入らない部分はどんどん改良していこうと思います。サスペンドにするにはやはり氷水温が33度の時と7度ぐらいの時とでは浮き方が違うので、最終的にはこういった板重りをつけて調整してみたいと思います。それではご視聴おおきに。